こんにちは。今回はですね、こちらペヤングのガーリックカレーっていうかガーリックカレー味が出たんで、ちょっと気になって買ってみました。ハーフ&ハーフで超大盛りって書いてあるので、今日はね、もうなんていうかな、早食いじゃなくて大食い、大食いっていうかな、をしていきたいと思います。ちょっとね、服を着替えてきました。白なのでちょっとね、飛び散ったらやばいんで、あと夏ということで、この肩出しの初めて着るかな、動画では。あんまり動画ではいつも同じような服ばっかなんで、今日はイメチェンということでこんな服着てきました。普段ね、ちょっとこれと全然関係ないんですけど、普段はこういう服着ないので、露出みたいなしないんではい、ということで、それはどうでもいいんですけど、まあこれですね、超盛りというものを買っていました。ちょっとね、動画では見せてなかったんですけど、ここに2玉あったんですよね。で、それをお湯入れて3分待って、今こんな感じです。ガーリックソースと、もう一つ何だったっけな、カレーソースか、が入れて、あとこの火薬も入れてきて、もうこんな感じです。普段ね、私、草食なんで、全然食べないんですよ。っていうか、食べれないんですよ。だから、今回ちょっとね、初挑戦なのかな。まあでも、大食いっていうか、時間関係なく、ちょっとこれね、いつも、残してるから今日はちょっと食べてみたいと思います。ではいただきます。ちょっと多いですね、これ見てください、こんな量です。なんだろう、これガーリックよりカレーの味が強い気がします。ガーリックも、まあでも半々なんかな？美味しいです。結構。うまい。味は結構美味しいですね。でも、なんだろう。まあ、今日は、ちょっと大食いに挑戦ということで食べきりたいです。いつも残しちゃうんで。なんかもう一日の、なんかこんな普段食べないからね、やばい、相当きついです、今。ちょっとなんかね、体操でもして気分変えてしたいところなんですけど、多分今それをしちゃったらね、
入っちゃうのでこのまま一気に食べます。ごちそうさまでした。完食しました。やばい、今回は相当きつかったです。やばい、吐きそうです。